シズノ公文は日本の映画監督、アニメ監督、演出家、東京都出身、暗い株式会社所属、OVA、ジャイアントロボザアニメーション地球が静止する日の制作に参加後、3DCG の演出家として活躍。独立後は主にコンゾ作品を中心に絵コンテ演出を手掛けていたが、2005年にアメリカで放送されたテレビアニメ GI ジョー、 シグマ6の総監督に抜擢され、活躍の場を北米に移す。世紀末のビデオクリップでは、監督だけでなく、キャラクターや美術デザインなど全てのビジュアルイメージを担当して、YouTube へ投稿し、世紀末復活のきっかけを作った。2010年に開催された上海万博では、環境問題をテーマにした 3D 立体紙アニメ制作の依頼を受け、 国連エリアのデブネット館で 3DCG アニメ、ミレニアムベイビーの独占上映を実現。原作、監督、キャラクターデザインを務め、国連より特別貢献賞を受賞した。劇場版、名探偵、コナンの15作目、沈黙の15分の監督に抜擢され、同作は日本アカデミー賞優秀アニメーション賞に選出された。以降、 同シリーズの監督を継続して担当し、絶海の探偵、異次元の狙撃手、豪華のひまわり、純黒の悪夢、からクレないの連歌と連続してシリーズの歴代最高興行収入が更新された。からクレないの連歌では、2017年、邦画興行収入1位を獲得した。2017年に公開されたゴジラシリーズ第30作、ゴジラ怪獣惑星では、 セシもヒロと共同で監督を務めたが、オファーされた当時は、ゴジラのことを名前ぐらいしか知らなかったという。ありがとうございます。